韓国ソウルの射撃場から実弾2発を盗んで逃げたとして日本人の男が現地の警察に逮捕されました。インテリア用に盗んだと話しています。射撃場はソウル随一の繁華街ミョンドンのホテルや飲食店が立ち並ぶ一角にあります。観光の途中に立ち寄れるということで一部の日本人にはよく知られた存在です。韓国警察によりますと逮捕された20代の日本人の男は昨日昼過ぎ40代の中国人の男と一緒にソウルミョンドンの室内射撃場を訪れ実弾2発を盗んで逃げた疑いが持たれています。警察が名簿や防犯カメラの映像をもとに捜査しおよそ9時間後に近くの路上で男らの身柄を確保しました。その際実弾も回収されたということです。調べに対し男はインテリアとして飾ろうと思ったと供述しています。